久保さん、昨日か一昨日ですね、僕の動画見てくれた人から、この薬飲んだ方がいいですよ、みたいな感じで。僕、ハゲてんじゃないですか。ハゲてきたんですけど、今、フェンピシャっていうね、ハゲ薬、飲んでるんですけど、それは、吉成さんと、フェンピシャは、抜け毛を防ぐもので、生えないですよと。生やしたいんだったら、こっちの薬飲んだ方がいいです。ね、情報提供いただいて。いいですね。情報発信してるとね、アドバイスもらえるっていうね、僕がアドバイスもらうことってないんですけど、あんまり。でも、ハゲの知識に関しては、ね、ネットビジネスは18年やってますけど、ハゲの研究は18年やってないんで、だからね、情報発信って非常に僕はいいなと思うんですけど、なんか、もちろん儲からないあるんですよ。儲けやすいと儲けづらいっていうのはあるんですけども、ハゲに関してはね、めちゃくちゃ儲けやすいんですよ。広告単価、アフリエイトとかの広告単価も高いし、だから前、YouTube で自分で電子書籍、ハゲに効く電子書籍なんかめちゃめちゃ売ってる人いたんですけど、名前ちょっと忘れましたけど、相当売ってる人がいて、いや、だからハゲいいっすね。でも薬買えますもん、それ。やっぱね、悩みがね、深いですからね、緊急性高いので、そう。やった方がいいと思います、いろいろと。もったいないですね。僕からすると、ハゲたらハゲたで、ハゲをネタにしてね、いくらでも発信できるし、ビジネス的にも広告単価高いし、ね、アフリエイトもできるだろうし、やっぱこれに効きますよ。ハゲに悩んでる人はこれいいよって言われるとやっぱ買うしかないというか、なんか買いますよね。でも多分ね、お金の悩みも緊急度高いんですけど、どちらかというと、なんかお金よりハゲの方が僕はなんか稼ぎやすいんじゃない、お金儲ける方法よりハゲを治る方法を売った方が儲けやすいんじゃないかなと思いますけどね。市場規模を見てもそうだと思うんですけど、やっぱ儲かりますよ、稼げますよっていう市場と、育毛というかね、ハゲに関する市場ってもう規模数が全然違うので、多分何兆円クラスじゃないですか、薄毛市場規模、薄毛市場規模、多分何兆円とかなんじゃないですか。すいません、何兆円、でも、薄毛は2倍の1兆2000億円強、2兆。なんか裾野を広げると2兆円ぐらいらしいですね。2兆9000億。だから薄毛対策っていう切り口だと6000億で、将来の薄毛対策まで広げると1兆で、さらに見た目、薄毛に対しての、見た目というか、かっこよくしていく、髪の毛でかっこよくしてこうやっていくみたいな、裾野を広げると9兆、2兆9000億っていうね、すげえ市場っすね。これはやばいっすね。だから薄毛対策だけでも6000億ぐらいあるみたいですからね、市場規模が。半端ないっすね。しかも単価高いからね、ここね。いいと思いますよ。いってらっしゃい。